拝見いたします。拝見いたします。死の先を行く者よ、逃げよ最後。私にできる最上を献上いたしましょう。止まっている暇はない。これはどうした？何があった？読み取れなかった結婚歌がどういうわけか今は読み取れる。それはありがたいですね。何がきっかけだったのでしょうか？いや、それよりもどんな内容なんだ？これは、にわかには信じられないが、驚くべきことが残されている。急ぎ、今まで読み取れなかったものも確認してみましょう。あのさ、少し時間をもらえないかな？君に来てほしい場所があって。ダメかな？わかった。本当？よかった。じゃあ、ついてきて。さあ、着いたよ。ここだ。これは。スズランの群生する草原なんて珍しいだろう。俺にとって特別な場所なんだ。綺麗だな。よかった。連れてきた甲斐があったよ。俺、ずっと人探しをしているって言っただろう。ああ。絶対に探すって偉そうに言ってたけどさ、実はもうやめようと思って。君に命を大事にするように言われて気づいたんだ。自分が意地になってるだけだって。もうあの子には会えないのかもしれないって。
ようやく受け入れられるようになったよ。簡単に諦めてしまっていいのか。探し続ければいつかきっと。もう死んでいるんだ。もう死んでいるんだよ。何が起きたかなんて分かってる。ノーラはあの日ここで魔物にやられて。だけどどうしても受け入れられなかった。彼女は生きてるって信じて必死になって探して。取り乱してごめん。こんなこと言われても困るよね。でも君には伝えなきゃいけない気がしてさ。これからはどこか小さな村で静かに暮らすよ。話を聞いてくれてありがとう。マリア、大丈夫？何これ？アルマ、遅いな。ご飯できてるのにどうしたんだろう。どうしたの、その怪我。逃げろ、ノーラ。魂狩りだ。早く外へ走って。繰り返しちゃダメだ、走って。クソ、あんなものまで。みんな、逃げるんだ。大丈夫だ、心配しなくていい。何？ノーラ、またスズラン畑で。アルマ、待って。アルマ、私も。ダル、お願い、殺さないで。見つけた。これこそ私が探し求めていた魂。素晴らしい。今の。君も同じものを見ていた。私はここで襲われて。俺は君を逃がそうと必死で。アルマ、ノーラ。ここでまた会えるなんて夢にも思ってなかった。やっと会えたよ、ノーラ。また会えてよかった。やっぱり生きていたんだね、ノーラ。でもその姿は。今は人間じゃないの。オーディン様に作られた
世界救済の任を追う親族。世界を救う。そんな命令なんて聞かなくていい。俺と一緒に逃げよう。逃げる？君は人間なんだ。神のしもべとして戦う必要なんてない。アルマ。ごめんなさい。まだ行けない。どうして？心はノーラでも、この体はヴァルキリーなの。親族として、やるべきことがまだ残ってる。どうしても君がやらなきゃならないことなのか。私にしかできないの。だから、ここで逃げたら永遠に後悔する。そうか。ごめんね。違うよ。ついていけないのが悔しいだけ。待ってるから、行ってきて。ありがとう、アルマ。行ってくるね。行ってらっしゃい、ノーラ。気をつけて。